スタッフが美味しくいただきましたの注釈表示のイメージスタッフが美味しくいただきましたは日本のテレビ番組の企画等で料理や食材が登場した際に画面上に表示される注釈それら料理や食材を無駄に捨てずに食べたことを示すものだがその信憑性には疑問をあげる声もあるまたこの注釈の表示が書いてテレビ番組の質を下げているとの意見もある テレビのバラエティ番組などで食材を粗雑に取り扱った際、それを不道徳とする視聴者からの苦情に備え、その自衛策としてテレビ局側が用いることになったと考えられている。いつ頃からこの注釈が使われ始めたかは明確ではないが、テレビプロデューサーの菅賢治によれば、ダウンタウンのガキの使いやらへんで、で、小玉スイカを用いた芸を放映したところ、 食べ物を粗末にするなと視聴者の声が届き、それを受けて翌年にこの注釈を表示したという。この注釈の言葉通り番組中に登場する料理や食材を実際にスタッフが食べているかどうかについては諸説がある。映画監督、ルッチェロデオダート。彼の作品、食人族は作中で複数の動物が殺されるなどのシーンがあるため批判を受けたが、 制作者側が殺した後に出演者らで食べたと発言している2014年の AOL ニュースによれば情報番組などの制作会社スタッフからはリポーターが全部食べるのは無理なので全部食べないようにと指示しているものの店への配慮や礼儀の意味で残りの料理はスタッフが全部食べるという証言が得られているニュースサイトネタリカでは2017年のグルメトーク番組 テレ東の刺し飯、芸能人と刺し飯しませんかの取材において、番組内の料理をスタッフたちが実際に食べている様子を紹介し、これをもって、この注釈を真実と結論付けている。また同年のグルメ漫画家のラズウェルホソキラによる書籍、飯三昧ふるさとの味でも、料理番組のリポーターを務めるタレントの宮脇、ディエコが、この注釈を、本当、と主張しており、 少なくとも自分の出演している番組については本当に全部食べると語っている。2018年1月には元ビーチバレー選手のタレントである浅尾美和が自身のブログで土曜の夜は大人なテレビの収録時のスタッフが料理を食べる写真を紹介するとともにこれはロケの時の写真です出してもらったお料理はスタッフの皆さんで美味しくいただきますと投稿し ニュースサイトにおいて舞台裏でのスタッフが美味しくいただきましたが真実であることが報じられた。ツイッターでもスタッフが実際に食べていたという証言もあり、居酒屋での収録で追加で注文までしていた、冷めて伸びたラーメンを食べていた、体重が増えたなどの証言も寄せられている。松本人氏は2014年にワイドナショーでこの注釈の審議を 社会学者の古市賢治から問われ、正直に言うと、スタッフが食べてるところを見たことはございません。でも、僕が見たことがないだけで、食べてるかもしれませんと返答した。スタッフが食べていることを完全に否定する意見として、ビートたけしが著書、バカロンにおいて、床にケーキが巻かれている場面を指して、嘘つけ。床にぶちまけられたケーキを美味しく食べるやつがどこに、 いるんだと述べている。評論家の古谷教皇も、スタジオで披露された料理はスタッフが処理することはなく、そのままゴミ袋に捨てられていると述べている。アメリカでのパイ投げ貸戦2011年10月のネオバラエティ新3番組ちょい店 SP では、マツコデラックスが絶対に食べていないと発言し、スタッフが食べていると否定した。2013年10月には、 キラキラアフロ TM でも横山博士がパイ投げの後の美味しくいただきましたは絶対に嘘だと話している。撮影で使われる料理は長時間放置したりする関係上衛生的に問題の生じる場合がほとんどのため実際に誰も食べないとしても無理はないとの意見もある。そうした衛生的な観点及び健康面を考慮した上で先日の 実際に食べていたというスタッフからの証言に対しても全部を食べられるわけがないとする指摘もある。評論家の植滝木哲也はこの注釈についてあるある問題などで視聴者の目が厳しくなっていると制作者が意識しているということでありワンステップとしてはいいと一定の評価を与えている。一方で植た木は総評しつつも見る側への責任転嫁であって 形だけのお断りで終わってはいけない。バラエティー仕立てにするときは、情報を扱う手続きや番組の中身そのものを、きちんとしていく取り組みをしてほしいとも話している。実際に、スタッフが食べたかどうかは視聴者にはわからないため、この注釈が、視聴者からの苦情に備え、とりあえず表示しておけば良いもの、いわば予防線や、免罪符になっている、可能性も示唆されている。 放送作家の、ソータには、制作サイドが敏感になり、無駄批判に先手を打ってこうして、注釈を表示することに対し、過剰な自主規制が萎縮につながる、危険性を感じている。テレビプロデューサーの関健児も、子供の頃にお笑い、番組を見ていて母親から、こんなことしちゃダメと言われたように、実社会から離れたテレビの中のことを、まぬけ、馬鹿と笑えることが必要と主張しており、 制約の厳しさによってテレビから面白さが失われていると語っている。ビートたけしは食材についてテレビへ寄せられるクレームに対し、だったら近所のコンビニでも行ってまだ食べられるのに弁当を捨てるなんてけしからん。と文句を言うところから始めてみたらどうなんだと苦言を呈している。たけしはまた単にテレビを見ているのみであった視聴者が次第に評とかし、 こうしたクレームを寄せるようになり、スタッフが美味しくいただきましたや、温泉中継でタオルを巻いての入浴場面での特別に許可を得ていますの注釈などのように、テレビの規制が過剰に強化され、テレビから面白さを奪っていると述べている。2017年4月末のニコニコ庁会議2017においてもたけしは、テレビでこのような注釈が必要になったことに対して、 もうテレビ自体がインチキ臭くなっちゃったと語っている。先日の松本人志は、かつてダウンタウンのゴッツええ、漢字で料理番組を模したコント、キャシー塚本シリーズで、食材を笑いの題材にしたために苦情が殺到したといい、先日のワイドナショーで、食べ物は食べる以外の使用方法も僕はあるんじゃないかと思っていて、例えばアメザイクは、 雨ですけど、一つのアートになってるじゃないですか。だから、食べ物も時には、笑いの小道具として認めてもらえたら、こんなに、ありがたいことはないなと思うんですが、なかなかこの主張は通らないですよね、と語っている。また松本は、ドラマでは食べ物を吹き出すシーンが問題視されず、お笑い番組のみが批判されていることの矛盾点をも、指摘している。評論家、タレントの森永拓郎。 フリーアナウンサーの柿花忠しらは、ラジオ番組、柿花忠しあなたとハッピー。2018年5月2日放送において、放送中に注釈でいちいち断っていると、バラエティの笑いの流れが途切れてしまい、それが足かせせとなることで、面白さが奪われ、視聴率の低下につながることを示唆している。2010年開催のトマティーナ・コラムニストでもある、タレントの松尾隆は、 食べ物の大事さなどの道徳心を子供に教えるのは、テレビではなく周囲の大人だとしており、テレビでお笑い芸人が表現していることが、子供が見るにあたって、不快に感じたりするのであれば、クレームをつけるのではなく、別のチャンネルに変えるか、テレビを消すのが正しい対処だと主張している。また松尾も先の松本一志と同様に、スペインのトマティーナで、大量のトマトが扱われる場面や、 プロ野球チーム優勝時のビールかけの中継でも、スタッフが美味しくいただきましたの注釈が表示されない、ことの矛盾点をも指摘している。2012年には、放送倫理、番組向上機構に、顔が突っ込んでぐちゃぐちゃにされたケーキに、この注釈が付けられたことについて、食べているとは思えず、バラエティ番組であろうとも真実が語られるべきで、責任逃れは止めてほしいとの否定的な意見が、 寄せられている。こうした現状への皮肉の一つとして、おもくり監督をクリエイターズ TV ショーの2015年9月13日放送分では、浜口優が注釈が多すぎるテレビ番組と題し、架空のテレビ番組を発表した。一見ありきたりな注目エリアやグルメの紹介という内容だが、わずか5分弱の間に30回以上も注釈が入る。 特別に許可を得て撮影しています。個人の意見ですなど、現実にもある注釈のみならず、お笑い芸人の話の途中に、間もなく、オチを言います。相方の頭を叩くと、本気で叩いているわけではありません。音は、大きいですが見た目ほど、痛くありませんと何度も注釈が表示される。偶然の出会いの場面では、事前にリハーサルを行っていますと、偶然ではないことを明らかにし、 レポーターによる3万個とのコメントでは、卑猥な表現に聞こえたことをお詫びしますと、過剰なお詫びの注釈が出る。エンディングの注釈では、このバラエティ番組はフィクションですが登場する人物、団体、名称は実際に存在します。また芸人が頭を叩いたりする過激なシーンは、芸人特有の美味しいという価値観のもと言っており、決して暴挙などではありませんと。 痛烈な皮肉が展開されている。これに対して、共演者の千原ジュニアが、来るかもわからないですね特くしてみせると、浜口も来るでしょう。テレビがこんだけ弱くなってたら、ずっとお詫びばっかり入れて、番組が進まなあかんくなるんじゃないかなと憂慮した。ビートたけしも、今見て、そうそうって普通になっちゃってる感覚があるんだよね。食べ物はスタッフで食べたとか、出たらしらけるよね。 お笑い、本当にやんなっちゃうよね。誰がこんなこと言うようになったんだろうと嘆いた。また、中、シダコミックス侍中途。では、2010年の誰も傷つかない完璧なドラマと題した企画で、髪を丸めて捨てる場面に再生紙を利用しております。ゴミは分別しております。妊娠の発覚の場面に、絶対に男の子。のセリフには、女性批判ではありませんなど。 三分ほどの間に二重の注釈が表示され、過剰な丁寧さに笑いをこらえきれず、表現とは何なのかも考えてしまうとの感想が寄せられた。その続編とも言える、テレビの真実では、スタッフが美味しくいただきましたの注釈の実証として、パイ投げで床に散らばったパイを、得意をしざねが床に這いつくばって食べており、男前とされて、女性人気もある得意の、 この場面に腹の底から笑ったとの声も上がっている。2020年8月には平成文化研究家の山下メロがツイッターでスタッフが食べている映像だけを集めた特別番組を提案したところ同2020年8月19日時点でいいねが12万を超えて大きな反響となった。同様の皮肉として2017年2月には漫画家の横山良一が描いた 漫画、各方面に気を使いすぎておかしなことになったヘンゼルとグレーテルがツイッターで話題となった。横山がスタッフが美味しくいただきましたの注釈をヒントにグリムドーはヘンゼルとグレーテルで地面にパンクズを巻く場面を連想し、同作品をもとに横山と加藤真由美の漫画家夫妻で注釈を考えたものである。ヘンゼルとグレーテルが森をさまよう場面では 危険なので決して真似しないでください。同票として、パンクズを巻く場面では、この後スタッフが美味しくいただきました。魔女をかまどに突き飛ばす場面では、この物語はフィクションですなど、すべての場面に徹底して注釈が入れられている。横山は執筆の理由をブログやツイッターに時々寄せられる文句が、きっかけ、漫画はどんな内容であっても、不謹慎。 必ずこうとは限らないといったコメントをいただくことがあり、これにいちいち反応するのではなく、漫画として活用して発散したいと思った世の中ががんじがらめになっていると感じることがある。もう少し緩やかになれば良いとの思いを込めたと語っている。横山の代表作の一つ、戦国コミケほどリツイートが伸びず、横山は、 読み手を選んだのかもしれないと語っているが、壺に入った人には、かなり刺さったみたいともいい、ツイッターでは、聖地辛い世の中ですね。現代のやるせなさ、こんな感じな気がしなくもないなといった反応が寄せられている。ありがとうございます。